第100回さあ、まもなく決勝のキックオフです。電光石火の一撃だった。ゲームがキックオフからわずか40秒、いきなりサイビの藤本振り返ってシュート。早い早い、もう先制点。この男です、怪物くん藤本義樹。今大会7点目はあっという間、なんと開始1分でサイビが先制。今年の絶好調男、この大舞台でなんといきなり先制点。覚えてます、反転して右足で叩きつけて、試合ならではのゴールっていう感じでしたね。あまりなんか別にああいう練習ってしないと思うんですよ、ああいう形のシュートって。本当に試合で、まあ、1本立ち上がりに打とうみたいなところが入ったっていう。その2分後済美は追加点を奪って松山工業を引き離す。しかし松下良樹率いる松山工業、ここで引き下がるはずがない。松山工業高校、一方超攻撃的なタレント軍団が済美を、久しぶりに前を向けるか、久保のシュートはどうだ。やり返した松山工業、まだ死んでいません。もう相手からしたら多分最高の時間帯に1点取れて、もう流れもゲームの流れも、まあ、松山工業に引っ掛けてたことは自分でも感じたんですけど、まあでも1点ここでうちが取ったら、まあ、ゲームは決まるだろうっていう感覚もあったんで、かけてきた思いっていう意味では一番のみんなの思いが乗ったゴール、僕の中ではナンバーワン。そのゴールがこれだ。中盤の栗林が下がって、危ないぞ、前が開くぞ、前が開くぞ、藤本の怪物の前が開いて、ズドンと決めた。この男が済美の怪物藤本義樹、大舞台でも見せてくれます。突き放す3点目。まあでもあのシーンは思い出すたんびに今でも鳥肌が立つような、インターハイの予選で松山工業に負けて、でもチームも本当分解してました、ほとんど。でもみんないろいろあって、何が自分たちに必要なのかとかを真剣に考えて、もうぶつかり合いながら選手権に出るためにもう全員が本当にやってたんで、本当に選手権に済美が行くことを望んでる全ての人のなんかが取らせてくれたゴールみたいな感覚だったんで、不思議、今でも不思議な感覚で、まあ、それだけ多分あの1試合あの大会にかける思いが、まあ、僕もだしチームみんなを僕と同じ熱量で持ってたんで、まあ、それが乗ったって感じでした。本当にここで試合終了。勝ったのは済美高校、強かった済美。選手権はまあ高校生活の全てだったので、僕にとってはそこに向かって本気でやって、僕も今でもその時の仲間とかその時の日々毎日っていうのは思い出しますし、まあ、本気でやったからこそ素晴らしい思い出になると思うので、うん、まあ選手権に行くんだっていう強い気持ちを持ってやってもらいたい。劇的な、自分にボール集めてくれってチームに言ってたんで、